はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルベジです。歴代信長の野望シリーズ全部やる第2回目やっていきたいなと思っています。前回はですね、信長の野望全国版でかなり不甲斐ないプレイをお届けしてしまいまして、皆さんにおかれては大変失望された方も多くいたんじゃないかな、いらっしゃったんじゃないかなと思っているんですが、懲りずに今回は第2回目ということで、今回は戦国群雄伝をプレイしていきたいと思っています。で、戦国群雄伝はですね、信長の野望シリーズでいうと第3作目にあたる作品になっているんですけども、これもですね、僕としては初見プレイというか初めてプレイするシリーズの信長の作品になるので、至らないところも多々あるかなと思うんですが、昔この戦国群雄伝やってたよっていう方は、懐かしく、時に歯がゆく見ていただければ、そして、戦国群雄伝やったことないよっていう方はですね、僕と一緒に戸惑いながらプレイの方一緒に見ていただければなと思っています。で、例によってですね、基本的には1作品1動画に収めていこうかなと思ってるんですが、ちょっと展開とかゲームのスピード感っていうのが全く分かっていない状況でもありますので、そこは様子を見ながらですね、かつ皆さんからのご意見等もいただきながら、最終的にどういった形で1シリーズ1作品で収まるのか収まらないのか、そういったところをね、帳尻合わせをしていきたいなと思っていますんで、ぜひぜひ皆さんもこの戦国群雄伝一緒に楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思っています。で、この先の予定なんですが、一応全国版は感じで終わってしまったんですが、今回戦国群雄伝をプレイして、その後は武将奮録をプレイしていきたいと思っています。ですので、引き続きですね、歴代信長の野望シリーズ全部やるチャレンジ企画、応援していただければ嬉しいなというふうに思っています。ここから早速信長の野望戦国群雄伝の方をプレイしていきましょう。冒頭話したように、前回の全国版はかなり不甲斐ない結果になってしまい、皆さんも失望された方もとっても多かったんじゃないかなと思うんですが、この戦国群雄伝こそ頑張っていきましょう。で、戦国群雄伝の目標も一応、京都に上洛、山城を取るというのを目標にですね、プレイの方は頑張っていきたいなと思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。まだまだ先は長いですからね、こんなところでへこたれてはいられないというのはあるんですが、この後は一応武将風雲録、覇王伝、天正記、小生録、烈風伝っていうような形でどんどん続いていきますんでね、この戦国群雄伝も完璧に攻略していきましょう。では新しくゲームを始めるで始めていきます。で、群雄割拠と信長の野望の2つのシナリオが用意されているんですが、ここは群雄割拠1560年で始めていきましょうか。で、プレイ人数は1人です。信長の野望、それこそ天道とか創造とかになるともう1人でしかプレイできないんですが、この当時は複数人でプレイができるっていうことを考えると、まだだいぶ先にはなってしまいそうですが、チャンネル登録者様数が2万人とかになった時にね、こうミカミックスとかと国取り物語的な形で企画をプレイしても面白いかもしれないですよね。需要があるのかっていうのもあるんですが。で、プレイヤー1はどの大名を担当しますか。ここは例によって、そうだな、終わりにしましょうか。とすると10番の織田になりますかね。信長でよろしいですね。イエスです。お、ここも戦国版全国版と同じように
パラメータをランダムで決めていくんですね。政治力、戦闘力、魅力、野望、前知力に相当するところだけなぜか IQ って出てましたけどね、今回はその IQ に相当する知力の部分がどうなんでしょう、政治力とかに反映される形になってるんですかね。ではこの運命を決めるともいえる能力設定のエンターキーを押していきましょう。デイ、政治力94、戦闘力これ一番重要ですよね、ほう92、魅力94、ほう野望100、これが強いのか弱いのかもちょっとよくわからないんですが、ちょっとね戦闘力はもうちょっと上げましょうよ。91か、ちょっとね気に入らないんですよね。戦闘力はねやっぱ100欲しいですよ。100、野望ばっかり100くるんですけどね。だー、もう一回だけやらせてください。これね、お、政治力100きた。うわー、戦闘力が低いんだよなあ。魅力と野望は他ねマックスに近い値出ましたけど、戦闘力が100欲しいんだよな。やっぱりね、全国版をプレイして戦闘力というか戦争の恐ろしさを改めて痛感したので、戦闘力はね高いに越したことがない。これでいきますか。政治力96、戦闘力97、魅力野望100100、これでいきましょう。でゲームレベルはすいません1でやらせてください。本当はね超級に相当するであろう5でやるって言いたいところなんですが、なかなかこのファミコンとかスーパーファミコンとかって難易度が高いとそもそもクリアが現実的に不可能な設定レベルになってたりすることって結構あると思うんですよね。あとこの戦国群雄伝もロケハンらしいロケハンはしていないので、ちょっとゲームシステムや攻略方法もよく分かってない中なのでという言い訳をしてですね、ゲームレベル1でやります。他国の戦争は見ませんということでノーを選択していきましょう。これを見るとどうだろう、阿波とか越後までですね、東はで、西は今近江と伊賀まで見えてますが、先ほど話したように基本的には山城、まあ、京都上洛を果たすというのを目標にプレイの方はやっていきたいと思っています。さあ順番が回ってきました。ご命令をということですね。1移動、2開発、3取引、4情報、5人事、6外交、7謀略、8軍事、9機能、0パスってなってます。ちょっと1から見ていきますか。まあ、1は移動なんで今1つしか終わりしか国を持っていないので、まあ、1に関しては何もできないんじゃないかなと思うんですが、武将やお金や米の輸送ができるってことですね。で2の開発は開墾治水工事、町投資、築城もできるんだ。へえ、ここはちょっと開墾あたりを一発入れときますか。配下の武将は秀吉、一益、長秀、信盛、勝家、利家。まあ開墾とか得意なのはやっぱ秀吉でしょう。農民出身ですからね。金をいかほどかけますか。1から54。これとかもちょっとわからないんで、とりあえず5とかやってみます。収穫が楽しみでござれと言ってますね。尾張の軍師、秀吉。開墾じゃあ命じましょう。まあ、やっぱり国力をね高めていかないと話にならないので、さらに治水工事とかも入れていきますか。治水工事はじゃあ一益にやらせましょう。こんな感じでまったりプレイが進んでいく感じですね。治水度は81になりました。この治水度が81になったからどんないいことがあるかっていうのがね、いまいちよく分かっていない中で治水をやったので、どうなんだろう、まあ、国力が上がってくれるとかそういうことなんじゃないかなとは思うんですけどね。町への投資もやりましょう。
まあ、信長は楽市楽座とかやった武将ですからね。町も発展させていきましょう。で、あとは3の取引っていうのは何かというと、武器を買ったりとかできるんですね。ちょっと兵糧をまず売りますか。試しに信盛あたりに命じてみましょう。まあじゃあとりあえず50ぐらい売ってみようかな。お金が一気に増えそうですね。秀吉の顔がどうにもなんか納得いかない顔をしてますけどね。で、あとは4の情報っていうのは各国の状況が見れる武将の一覧。武将の一覧ってなんだろう。ああ、自分たちの武将の一覧が見えるってことですね。なるほど。他国の状況を見れたりするのかというと、ちょっと見てみましょうか。各国の状況っていうのがありますね。どの国を見るか。そうだな、やっぱりどうだろう、美濃とか見ますか。一番最初に攻め込むであろう美濃。じゃあこれは勝家に命じましょう。忍者どもに任せておけば心配ありません。じゃあお願いします。忍者が情報を持ち帰りました。ほうほう、国の様子。斎藤義達で、ちょっとアイコンが出てるのがよくわからないけど、どうなんだろう。これが尾張と比べてどうかっていうことですよね、きっと。まあ、開墾とかがきっと186とかなのかな。右側のアイコン出てますけどね。あとお城のマークが出てて269とか、これは防御力とかだったりするのかな。日の丸のこのうちわというか、扇子に日の丸が映ってるマークとか、あれとかもはや何なのかわからないですね、これだけ見ても。これはいつでも見れそうといえば見れるのかな。武将の様子はちょっと大名、じゃあ見てみますか。義達、あ、能力が出るんだ。戦闘力とか結構高いですね。戦闘とかだって83あるよ。信長97にしといて正解だったな。盛綱とかも戦闘63とかあるんだ。一徹とかどうなってんでしょうね。一徹とかちょっと一徹も見ましょう。一徹は戦闘73となると気になるのが半兵衛ですよね。戦闘はやっぱ92あるのか。ってことは信長相当強いな、やっぱり。で、あとは人事、人材探索、登用、家臣の解任、褒美を与えたりとかできるんだ。へえ、ちょっとじゃあ人材の登用とか見てみますか。尾張に誰かいるのかな。浪人が発見されていませんと言われたね。じゃあ、人材の登用で美濃とか見てみましょう。これは配下の武将たちですね、斎藤家の。半兵衛とかをじゃあちょっと勧誘できるのかな。信長を送ってみよう。金をいかほど持たせますか。まあ50も持たせればなびくんじゃないの。こっちに期待はできませんぞって言われてる。期待ができない中やるとお金を失うだけになりそうなのでやめましょう。ちなみに誰にでもダメなのかな。ちょっと他の武将にも送ってみましょうか。安藤盛綱とかにじゃあちょっと送ってみますか。お、必ずや殿のもとへ。
長谷参じましょう。これ信長が美濃を攻略するときって美濃三人衆を調略したりしましたよね。先にこれ美濃三人衆調略しましょう。え、秀吉必ずや長谷参じると言ってたじゃないか。お金はどうなったんだ。で、じゃあ6の外交はというと婚姻同盟脅迫貢ぎ物ができます。じゃあちょっと同盟結びましょうよ。実行できる者がいない。なるほど。謀略は何があるかというと戦争工作混乱暗殺が、うん、であとは軍事は徴兵とかができるんですね。ちょっと徴兵はしときましょう。何百人徴兵しますか。1で100人って考えると2900人じゃあ徴兵しましょう。誰に兵を預けますか。それは信長自らですよね。信長に20、秀吉に5、数正に4、こんな感じでいいかな。じゃあこれで最後機能をちょっと見てみると、機能は中断とかができるんですね。ではこれでパスしていきます。まあ家康とは早めにちょっと同盟を結びたいですよね。次のターンで三河の家康と同盟を結び、美濃攻略の足がかりにしたいな。まだまだ遠いからな、山城京都に上洛するまでは。まあ美濃、近江、伊賀、伊勢志摩、この辺りはさっさと押さえておきたいですよね。そしたら外交で同盟を結びましょう。実行できるものがおりません。なるほど。これは何か特定の条件が必要だな。であれば国づくりをやりましょうか。まあ開墾ですよね、やっぱり。この5ずつ投資してるのがいいのかどうかもよくわかんないんですよね。一気にじゃあ50やったらいいんじゃないかとか、そんな気もするんですけど、何がどうなるかわからないんでね。あ、王見するが、この辺りは敵、まあ近江は今だと浅井なのかな。で駿河とか遠江は今川になっているので、まあ、やっぱり三河の家康は味方に引き入れておきたいですね。今199になったってことは、右側のアイコンボックスの上から3つ目、なんか緑のアフロの人みたいなところは、あれ商人のマークなんですね。199になってますけど。であとは例によって徴兵をしていきましょう。戦は兵力ですな。そうなんですよ、戦はね数なんですよ。ドズルザビ中将じゃないんですけどね、戦いは数だよ兄貴っていうねところもあるので、ここはしっかりと軍勢を集めておきましょう。いざという時のために。であとはそうだな、やっぱ人事だよね。美濃三人衆は攻略していきたいんで、人材の登用で、今実行できるものいないか。じゃあこれでターンを送っていきましょうか。
ある程度兵力を蓄えて自国を守るだけの軍勢を残してから敵国に攻め込まないと、全国版と同じようにあっけなく本拠地を追われる羽目になるので、それを避ける必要がありますよね。一体自分が何番目に回ってくるのかっていうのもよくわかんないしな。ここは開墾を入れときましょう。いつもの例によってというわけじゃないんですが、で兵力を蓄えておきたいので、徴兵は必ず入れるようにしていきましょうね。訓練とかもね、ちょっとやっていきたい気もするんですけどね。であとは優先的にやっておかなきゃいけないことが何かあるのかな。なんかこれをやっておかないともう完全に積むよっていうねこともありそうじゃないですか。そうだな、あと何しとこうかな。やっぱ5の人事の実行できるものがいないんだよね。じゃあターンを送っていきましょう。自分はきっと31番目ですね、今のところ。さっきのを見た感じだと、まあ、家康とまず同盟結ばないと怖くて美濃に攻め込めないしな。31番目が信長かな。この順番もどういうこのロジックで決まってんのかな。あ、29番目に上がったっぽい。まずは一徹をじゃあ口説きましょう。期待はできないか。期待ができないならやめましょう。まあお金の無駄ですからね。となると他は牧前とかどうかな。期待できないか。牧前もダメ。となるとやっぱり秀吉を使って反米から投与していくべきなのかな。ちょっと反米も見てみますか。あとは八須賀、ああ小六だよな、やっぱり小六。小六はこっちに見なってくれないんだ。結構頑強だなみんな。やめましょう。じゃあいつものように開墾とかをしていきますか。今やってる行為がこの攻略の助けになってるのかどうかもわからないものね。やるっていう不安感がすごいありますけど、あとはやっぱりそうなると町投資も入れていきたいですよね。ずっとこうやってやってると戦争を仕掛けたくなっちゃうんですけど、次のターンで優先的にちょっとじゃあ外交をやってみましょうか。
で戦争に行く舞台で言うと、まあ信長、秀吉、あとは勝家、数正あたりかな。では優先的に舞台をつけていきましょう。次のターンはちょっと家康と同盟をじゃあ結びに行きましょうか。まあ少しは全国版の時よりもカルチャーショックはないですね、ここまでは。やっぱり進化を遂げてる感じなのかな。さあそしたら先ほど言ったように今度は同盟を結びに行きましょうか。なりませんね。鼻筋の通じる相手ではないって言われてるけど、そんなことないでしょ家康は。不敵にも断ってまいりましたぞ。まあそういうふうに言われてたから驚きはないけど、そういうもんなんだっけ。ちょっと貢ぎ物も送れなくなっちゃったしな。そしたらここはいつもの徴兵を入れましょう。であとはいつもの開墾と町投資を入れていきます。上から2つ目が米ですね。一番上がきっとお金だな。で、さっき言ったように上から3つ目が211になってるのが、商人というか町ですね。で下の7っていうのがきっと武将数でしょう。で150っていうのが兵糧ですね。200から50売りましたから。やっぱり289っていうのがよくわからないな。この扇子に日の丸マークの289。そろそろ一戦仕掛けていきたいなという気もするんですが、やっぱり三河の家康ともう少し吉見を通じておきたいよね。取引で、武器の購入とかちょっと見てみますか。武器をいかほど買えますか。何の武器を買うのかっていう選択肢はないのね、ここに関しては。この取引は損だっていうならじゃあやめときましょうか。秀吉がやめろって言うなら。いきなりね家康が攻め込んでくる可能性もありますよね。だって結んでおかないと同盟を。同盟の重要性っていうのはもうこの信長の野望では痛いほど過去に味わってきてるんで、ちょっとここはもう一回家康さんと同盟結びたいよな。18三河の家康。
運次第にござる。これは運にかけましょうじゃん。いや、さすがに金ぐらいは受け取るんじゃないの。交渉は大成功ですぞ。いや、だって貢ぎ物を送っただけでしょ。どんな交渉があったんだろう、そこに。これで同盟がうまくいくとかないよね。だったらやっぱりいつもの徴兵を入れておきましょう。で最後年家に4預けましょう。尾張の今年の年貢は30にしよう。いやー、じゃあ40にする？そんなに無茶な数字でもないでしょ、40だったら。お金が全くなくなってるけど大丈夫なのか。ちょっとお金がないので、まずは、あお、パスしちゃった。お金を得るために次兵糧を売りましょう。少し京都に進出するのは骨が折れそうですね。そしたらさっきね、間違って先に進めちゃったので、先に兵糧を売りましょう。ちょっとあんまり高く売れてる感じはしないけど、50ぐらい売りましょうか。ちょっと損かなって感じはするけど、お金がないんでどうしようもないんだよな。まあでもちょっと一旦じゃあ見送るか。で、代わりに徴兵もできないんだよね、お金がないと。だったら訓練でもしますか。ちょっと初めて入れますが、訓練度が75になったんだな。なるほど。そしたらちょっとここで一大戦争を仕掛けてみましょうか。美濃に侵略戦を仕掛けていきましょうと思ったら、信長が出陣できないんだったらちょっとやめた方がいいかな。だったらやっぱり兵糧を少しだけ売りましょうかね。お金がないと何もできないので、そういう意味では20だけ売りましょう。まあ損をするとは分かっていても、お金がないと何もできない。これはもう今の世も同じですよね。で、これを元手にやっぱり同盟結びたい。実行できないって誰も。じゃあ
ミの三人衆の調略はできないと。結構シビアだな。きっと行動力っていうのがさっき40ありましたけど、あれが足りないんですね。ってことは次同盟をちょっともう一回見てみましょう。本当に三河の家康と同盟が結べないのかどうか。是が非でも同盟結びたいけどダメか。実行できる者いないって言われてるんだったら、じゃあやっぱり美濃三人衆だな。まあ孤六がねこちらの味方になってくれないっていうのもおかしいでしょう。よし孤六頼むぞ。軍師秀吉が必ず来てくれるって言ってるから。さっきもそう言ってたけど来てくれなかったからな。お正勝がこちらの味方になったな。こんな感じでちょっと美濃三人衆をじゃあ次は切り崩していきますか。同盟結べれば美濃にねこう好意の憂いなく攻め込めるんですけどね。そこがどうなってるのか。お謀反が起きた。ちょっと待ってくれ。信長の下で謀反じゃないだろうな。あ若さね。まあ若さで謀反だったらいいですよ。謀反軍 VS 正義軍が戦ってるな。この辺りはやっぱり多少その昔のゲームというのもあるので作業芸感がひときわ強くはなってきてしまいますけどね。ちょっとでも作業芸感をなくすためになんとか一刻も早く戦争を仕掛けていきたいところではあるんですけどね。そしたらちょっと本当に同盟ダメなのっていうのもう一回確認しましょう。実行できないよね。わかった。そこまで言うならわかったよ。人材登用で美濃にそうだな、やっぱり一徹あたりがどうかちょっと見てみますか。期待できないか。秀吉が期待できないっていうんだったら絶対無理だろ。だって期待できるって言ってもダメだったからな前は。一徹がダメだったらじゃあ森綱はどうなってる。安藤森綱に信長自らちょっとじゃあ行ってもらいましょうよ。よし信長自ら出馬すれば森綱はこちらの味方になると言ってくれてるんだな。まあ美濃三人衆は調略しましょう。あとは一徹と牧前ですね。ってなるとやっぱりお金が足りないので兵糧を売りましょう。キャッ高いってか損するね。 1.2 だとまあしょうがないな。徴兵もしておきたいけど今はやっぱり美濃三人衆の調略を優先しよう。お金がかかりますからね。調略して味方になってもらう引き抜き行為にも。おマジか。今半兵衛が朝倉の家臣になったってなってたな。ってなるともう残された斎藤の家臣で5人以下になってんじゃない。3人4人になっちゃったんじゃないかな。
目前と一徹にちょっともう一回調略の手を伸ばしましょう。それでこちらになびかなければいよいよ身の攻めですね。じゃあの家康と同盟が結びたいぞと話が通じる相手じゃないか。いやでもな、家康ってそんなやつじゃなかったよ。不敵にも断ってまいりましたぞ。やっぱ断られたんね。じゃあここは予定通り人材投与で今度は牧前に手を伸ばしましょう。期待できないって。よし、だったら腹は決まった。一応もう一回だけ一徹にもチャンスを与えましょう。今ならこちらに迎え入れるぞと。お、来てくれるのね。よし、これで斎藤家は3人しか武将がいなくなってるはずだな。攻めだ、身の攻めを敢行しましょう。まあ、ここは信長と利家、あとは勝家に、まあ長秀信盛あたりを出陣させましょうか。敵がどれくらいになっているのかというのもちょっと気になりますからね。まあ、まずは戦闘がどんなところかというのもあるのでちょっと見てみましょう。音楽が変わったぞ。まあやっぱこのマス目になるよね。出陣は全員出陣させるよ。そりゃそのために連れてきた。でどこに誰を配置するかっていうところだな。このマス目での戦闘なんですよね昔はね。どうしようかな、まあ、信長は撃たれるとそれで終了多分するんでしょうから信長はここに置きましょう。で利家はその上に置きましょう。殺衆ですからね。で勝家は存分に戦ってもらいたいので敵陣近くに配置しましょう。まあ、敵陣の近くになるであろう場所に配置しましょうって言った方がいいのかな。で長秀を右翼に配置し、さらに信盛をその近くに配置していこうかな。で一方の敵軍は3部隊出てきてますね。よし、目論見通りだ。敵の武将の数がだいぶ減ってますね。で移動で勝家は、まあ、普通に敵陣の方に行ってもらいましょう。
丹羽長秀も敵陣の方に迫っていってもらうのがいいのかな。お、ボグゼンが攻撃仕掛けてきたな。これは信長自ら軍を進めましょう。で、勝家は攻撃を仕掛けようかな。もうここは突撃でひねり潰しましょう。何？ボグゼンは死亡しました。ボグゼン死んじゃったが、殺すつもりはなかったんだ、許してくれ。誰を出陣させますか。これは攻城戦に変わったんだな。いや、全員出陣させるよ。信長をどこに配置するか。これはつまりよく分かってないんだけど、稲葉山城を攻めてるんだよね。稲葉山城だから攻めにくいとかあるのかな。全然分からんけど、信盛はそうだな。そしたらこの辺りにちょっと配置してみますか。で、利家はというと、移動できない。ってなると何ができるかというと、攻撃で通常で敵の部隊ってどこにもいないじゃん。あー、わかった。城門がある。だいぶ遠いところに配置しちゃったんだな。なるほど、よくわかった。うんうん、右上の方に空いてるところがありますね。あそこまで移動しなきゃいけないのか。そしたらちょっとあそこまで移動しますね。では門のところに移動してきましたので、ここからじゃあ門の破壊をしていきましょう。まあ、門を破壊して中に入らないときっと何もできないのかなと思うので、稲葉山城は城門が1個しかないので、ここを突破する以外にないんですよね。で、兵糧もちょっと心配になってきますからね。さっさと城門を突破しましょう。どうだ、このまま行くと城門が突破できるのかな。何、安藤盛綱が寝返っただと。めんどくさいことしてくれるな、本当に。よし、門が開いたぞ。構ってる暇はない。
秀吉で盛綱を叩きましょう。そしたらよくも裏切ってくれたな。結構まだまだ遠いんだよね、そう考えると。で、秀吉は攻撃して潰しましょう。そろそろ兵糧が心配になってくるな。でも本当にもっとね、いっぱい持ってくればよかったっていう話はあるんですが、ここにも縄文？これ結構しんどいんじゃないか？兵糧もっとたんまり持ってこないときっと落とせないんじゃないかな。まあ、行けるところまでちょっと行ってみますか。これは結構時間がかかる感じにも見えそうだな。ちゃんと行動が封じるように配置されてますよね、様的なものが。長秀がどこまで行けるかだよね。なんかそうこうしてるうちに本当に兵糧が切れましたみたいなことが起きると思うんで、そうなる前にちょっとでも進んでおきたいけど、長秀を通り越していけないっていう時点でもう厳しいな。兵糧がつきましたみたいなこと多分言ってくるの時間の問題だと思うんだよな。ここでも門破壊か。
いやー、これは厳しいな。そうするとちょっと長いでは一旦退却させた方がいいかな。もうこの戦闘力じゃ話にならないので、長いでは一旦終わりに退却させましょう。何？退却時に捕まったとかある？マジか。安易に退却させることもできないわけだな、そうなると。これでもかっていうぐらいの兵力をやっぱり用意しておかないといけないってことですね。さあ、じゃあ門破壊を行っていきましょう。まあ信長は戦闘力高いんで、まあほっといても門を破壊してくれると思うんですが、あとは時間があるかどうかだな。惜しいところまでは来てる。あとは持ってくれれば。兵糧が持ってくれればっていう感じかな。伝令って何できるの？密偵出陣？なるほど。ってことはこれはもう攻撃の一手しかないな。門を破壊して。信長自ら攻め込みましょう。織田軍の兵糧が23かな。あれは結構減りが早いな、見てると。ここはもう突撃で仕留めましょう。竜沖を殺してしまった。まあいいだろう。お、なんか斎藤軍を全滅させることができた。よしよし、まあこんな感じですね。最初は捕らえられていた丹羽長秀が戻りました。で、武将2人を捕虜にしましたね。ああ、利家も捕らえられてたからな。ここは召し抱えましょう。で、安藤盛綱もね、裏切りましたけどね。まあここは召し抱えましょう。尾張の城主を誰にするか。まあここは勝家にするか。まあ委任しましょう。これで美濃と尾張を領有する2カ国の大名になりましたね。よしよし、まずまずかな。というわけで、またちょっとね、先に進めておきたいと思います。で、1シリーズ1話の予定だったんですが、1シリーズ1話だとちょっとこの辺りで終わってしまうので、どうしようかな。一旦これで終わりにする予定にしつつ、もしですね、ちゃんと当初の予定通り
京都の上洛までプレイしなさいっていう声があれば、ここは戦国油田をもうちょっと継続しようかなと思うんですが、まあ、一通り戦闘とか、いろんな行動コマンド見ていただけたかなと思いますので、戦国軍油田に関しては一旦ここで終わりにさせていただいて、次回はですね、武将風雲録をプレイしていこうかなと今のところ思ってます。ですので本当に皆さんの方からこの戦国軍油田じゃない、戦国軍油田ですね、今プレイしているこの戦国軍油田をもうちょっと、京都上洛するところまでプレイしてくださいっていう声が多数あれば、継続でプレイ、なければ次の作品武将風雲録へ進んでいきたいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。